橋本さん、もう一杯行きましょう。いやー、今日はほんとやばかったですよ。ほら、乾杯。お前にはわかんねえよな。いや、でも今日はうまくいったからハッピーハッピーですよ。背負ったあったこ。雑魚じゃないよ。雑魚と呼ばれたらね。俺は本当はでっかい魚なんだよ。おお、これ息がいいな。よくねえよ。おい、おい、これダメ。これダメだよ。おい、板前さん、あれ、おい、板前、お前だよ。これ失格。全然息が悪いよ、それ。あ、すみません。寿司なんだから新鮮じゃなきゃダメだよ。全然息が悪いです。寿司は新鮮さが肝心なんですよ。気合を入れて。おう、やり直し。はい。新鮮な寿司が食べたいね。息のいいのをお望みで。生きてる。おお、ああ、いいよ。ああ、食べるよ。ああ、食べる。全然食べる。新鮮だからね。フグはな、こう顔がパン。だから大変だと思うよ。こう顔がパンと腫れ上がっちゃってさ、もう何するにももう。そんなことで面倒だと思うんだけどな。まあ、寿司屋に行ってあまりよく覚えてないんですけど、寿司屋に行って多分フグを食べたんでしょうね。こうなってしまった。どうも魚になればいいのかなと思ってます。また魚食ってね。まあ、どんな魚。まあ、フグちゃんね、もう俺もあんまり出したくないんだけどね。もうこの時期なんだか知らないけど、こう注文する客が多いんだ。いや、まあ一番の違いは泳ぎがものすごく上達したっていうことですよね。もともと水泳は得意だったんですけど、これになってからものすごくこう泳ぐ、まあ、スタイルっていうんですかね。はい。だから毎日フグとタコは友達。フグとタコは会社で一緒なんですけども、会社だけじゃなくて一緒によく飲みに行きます。でカラオケ君よく行ってますね。でも僕のが上手かったんですよ、本当は。いけないの涙は綺麗なだってない真珠じゃないの
コもいいんだけど、なかなかね、タコのいいのがあったんですけど、最近もう入んないんだよね。どういうわけだか。買っとくのは難しいからね、これね。そうですね。いや、女性に結構モテるんですよ、これ。はい。それが、まあ、以前と全然違いますね。はい。友達は変わったねっておっしゃいますか？僕も魚に変わった方がいいのかなって思ってますけどね。夫婦になってからね、あいつ女の子にもよくモテるし、歌もバンバン歌えるようになったし、ちょっと、別人になったような気がしますね。それがちょっと残念っていうのかな。なんか付き合いが、まあそんなもんかもしれませんね、友達っていうのは。まあ自分なりに嫌う気になってます。